ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮、ではまた今日も元気に投稿していきましょう。今ちょっとさ、タイトル画面見て思ったんだけど、なんかもうメインキャラクターってほとんど全員出てなかった。これ以上キャラ増えないのかな。なんか途中からあ、なんとかくんみたいな、なんとかくんっていうか三上くんなんだけど、じゃあまずはまた学園チェックから。あー、桜井さんいるな。ちょっと毎回なんで夏休みなのに学校に行かなきゃいけないんだ。街にいるのは青髪ちゃんと朝比奈さんと黒江さんとミスさん、椎名さんがいないな今日は。まあまた例によって桜井さんとこには顔出しておきましょう。この前はイベント1回で終わっちゃいましたからね。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がないからお散歩してたんだけど。制服着て？制服着て散歩してたの？これだけ。まあ別にいいけどさ、制服マニアが寄ってくるぞ。でもそれは体に良くないからね。え？君もそうなの？俺制服なのかな？私服なのかな？違うね。暑いって言いながら歩くのも楽しいよね。あ、いいね。なかなかいい攻め方してますね。その気が合うっていうところは重要ですからね。ダメだよ、お水はこまめに飲まないと。熱中症で倒れちゃったら大変だよ。お前持ってんのか、そこに水。ちっちゃいペットボトルでもいいから、カバンに入れておいた方がいいよ。左手になんか持ってんのかな、カバンとか。すげえ手ぶらみたいな感じだけど。それじゃあまたね。まあ、引き止めたのは俺の方だけどさ。夏休みよ。うん、いい散歩だった。じゃあ誰に行こうかな。この二人はちょっとね、行く気しないんで、ちょっと青髪のところに行くか。村上さんですね。村上さん。相変わらず、こう、そそる服を着てるよな。何？お前も一緒だったのか。エセ外人め。おじいさんだけでは特定できないですから。何、クイズ？的でもいいので、もう少し内容、それともなんか、こういうお話知ってるみたいな。そうですね。ちょっと待ってください。こんにちは。こんにちは。難しい顔をしているように見えますか？実は、クロエさんが以前フランスで読んだ昔話のタイトルを、フランス人なのこいつ。ないんだそうです。肝心のいつ日本に来たんだ。超日本語うめえな。いや、その一応変な片言っぽい感じを醸し出してるけど、普通に会話はできるじゃないですか。しかも漢字っすよ、漢字使って。あなたも協力していただけますか？フミヤさん、バット持ってませんか？フランスの昔話なんて知らんぞ俺。バットですか？キャラクターの一人がバットみたいな。あ、それね、バットマン、バットマン、バットマンだよ。実際にポーズを取ってくれたら思い出すかもです。では、何やらせるんだよ。フミヤさん、バットの代わりにそのホーキを使ってガオー、ほうき、叫んでください。俺今どこにいるのこれ。私がするんですか？ぜひお願いします。どうしよう。やってやれ、お前友達だろ。なら俺に任せろ。いや、そんなこと俺言わないから。うん、頑張れ。これ評価下がりそうだな。頑張れ村上さん。ほら。そういうこと言うんですか？いや、俺こいつに嫌われてんな。ガオ、これでいいですか？そうそう、そんな感じ。本当かよお前。そのキャラクターは頭に日本の角がついてますね。バットってもしかして鬼の持っている金棒のことですか？ああ、金棒、なるほどね。そうです。あ、フランスの昔話じゃなくて、日本の昔話をフランスで見たってことね。やっとわかりました。やっとわかった。それ強盗の話だ。音も引き連れて島に乗り込んで、なんか金銀財宝を奪って帰ってくるみたいな。そういう強盗の話ね。犬、猿、キジがお供になって鬼退治するお話でした。みんなで協力して頑張る。感動しましたね。協力してみんなでね、お金奪ってくる。答
コテンパンにしてね。お役に立ててよかったです。それ思い出してどうするつもりなのお前。これも3人の協力の賜物、まさに犬、猿、キジです。お前は猿ね。だったら私がキジだと思うですか。どうしてですか。え、全然わからん。キジは羽が綺麗だから。いや、まあ、そういうこと言うお前。からかわないでください。まあいいけど、いいけど、お前は猿だぞ。私は可愛い犬、あなたは猿です、ね、いや俺は桃太郎だ。犬に猿、みんなで冒険するのを想像したらなんだか楽しくなってきました。主人の命令は絶対だ。おい猿、お前は消えてよし。じゃなくて、おいしいものは食べに行きましょう。あ、それはいい、それはいい。食べに行きましょう。おごるよ、おごる。今日も俺がおごってあげるよ。女性のためならば。いやー、今日も有意義な一日だったな。こいつの夏休みマジリア充だな。さ、今日も女の子を求めて、まずは女の子サーチ。学校には村上さん、町には椎名さんと桜井さんとフロアさんがいる。ということはまずは桜井さんに会いに行こう。まあ、これはマストっすね、マスト。で、あともう一回の行動をどうするかだな。暑いよね。まあ、お前これしか言えねえのかよ。暑さで溶けちゃいそうだよ。いや俺もね、暑い方が苦手なんですよ、寒いのよりは。こんな日はアイスとか食べたいよね。あ、いい、おごるよ。またおごるよ。声をかけたってことは何か用事なの。俺はお前を探していた。私に聞きたいことがあるの。出た、聞きたいこと。何何何を聞きたいか。勉強は全く聞きたくないっす。漫画も聞きたく、あ、漫画はまあまあかな。テレビ番組は聞きたくないっす。で、多分こいつね、放送部だからテレビ番組とかね、結構興味あると思うんだよね。でも俺は漫画について聞きたい。普通かな。ごめんね。あ、普通、普通だな。何も特にないから。まあこれ多分テレビ番組っすね。夏休みに話せてよかった。なんか最後みたいなこと言ってんな。もうあなたとお話しする機会はないみたいな。そろそろね。また、ね、夏休みは始まったばっかだぞ。まだ8月に入ってないんだから、これからだよ、お楽しみは。ああ、こうやってでもね、評価を上げていかないといけないんだよね。多分イベントとか起きないんで。まあでもね、初回はもう俺の思った通りにやっていくんで。村上さんはこの前会ったから、でクロエはちょっといい。じゃあ椎名ちゃんに会いに行こう。ここみちゃんっていうのかな。これなんか絶対誰か、これ誰、笹原ののか、初登場。私たち、私とここみちゃんはこれから一緒に。いや、なんか普通にさ、知り合いみたいな会話してるけどさ、俺知らねえよ。今日近所にメロンパンの専門店が開店したらしいんです。あ、並ぶよね、メロンパンの専門店。ぜひ行ってみたいと思いまして、途中で笹原先輩にお会いして。あ、先輩なの。一緒に行くことになりました。メロンパンの専門店って少し珍しいでしょ。大人っぽいな。だから私も興味があって。うん、話し方いいな、この人。広告に先輩だけど。そのお店のメロンパンは、いやでも大人の女性。いやでもさ、まあ、俺から見れば高校生だから、両方とも年、全然年下なんだけど、その高校2年から見て1個年上っていうのはやっぱ大人の女性ですよ。そうですね。え、何が、何の話してた今ところでこいつら。俺基本的に自分がこう話してるときは、あ、会話聞いてないんで、この人たちの。甘い味付けをしたもので、スイーツパンは食感にこだわったパン生地にスイーツのような鮮やかな味わいを合わせ持ったパン。興味ないよ、パン。といったところでしょうか。説明されても、いや、美味しいか美味しくないか。あ、もう食感ね、あのフランスパンみたいな、ちょっとね、硬いパンは好きじゃないですね。どっちかっていうと、あのもちもちしたパンの方が好きです。それも先着100名のお客さんにメロンパンを無料で配ってくれるらしいの。そう言われると、あ、まあ回転サービスですかね。今無料という言葉で目が輝きましたね。私たちと一緒に行ってみますか。無料という言葉を餌に君たちと一緒に行く。俺メロンパン好きっすよ。メロンパンは嫌いとか言わないよ。いや、行くよ、行く。これは絶対行くでしょ。はい、ぜひご一緒しましょう。今は椎名さんの評価もいいのかな。あ、てかね、これなんかオプションで評価がね、見れた気がするんだよね。今から楽しみです。カロリーが少し気になりますけど、今日だけは特
別ということで。メロンパン一つくらいでそんなカロリーになるか。早く行かないとサービスのメロンパン終わっちゃうかも。今何時だって、ね、一番最初さ、だって桜井さんに会ってきて、その後こいつらのとこ来たからもう結構時間経ってるよね。7月24日で、ちょっとスタートでいろいろ、そう、好感度確認、ガールの好感度ガールのってなんだよ。あ、桜井さんやっぱちょっとある。今知ってるのはこの8人。8人もいたっけ俺の知り合い。あ、こうやって見るといるね。でもこの一番右下のやつ全然出てきてなくね。あと望月エレナちゃんもいないよね。まだ全然メーターがないな。先は長い。村上さんに至っては結構下がってるかんな。でまた、あ、こいつのイベントかー、どうしようかなー。まあ、まずはでも桜井さんがいたからそっちに会いに行って。あ、ハテナってある。何これ、超気になる。一回桜井さんのところにはでも行っとこう。ちょっと待って、これは、まあ、大丈夫だよね。間違えたら嫌だしな。あ、おはよう。おはようございます。今日は特に予定がないから。だからさ、散歩してたんだけど。なんで制服着てさ、学校だよここ。学校普通近寄らないでしょ、あの用がなければ。でもそれは体に良くないからね。また同じ会話だなこれ。君もそうなの気が合うね。なんかこいつら大丈夫か。それ昨日もした会話だぞ。あ、君はタオルとお水はちゃんと持ってる？ダメだよ、お水はこまめに飲まないと熱中症で倒れちゃったら大変だよ。この会話もやっぱり飛ばさない方がいいのかな。ちっちゃいペットボトルでもいいからカバンに入れておいた方がいいよ。でこれってさ、あ、引き止めちゃってごめんね。評価上がってんの？あの、特に選択肢とか出てないけど。お互いいい夏休みを。会うだけでちょっと選択肢じゃないや、評価が上がるみたいんだったらさ、いいけど。ちょっとハテナ行きましょう。もしかしたら新しい出会いがあるかもしれない。このイベントはバイノーラル音声で再生されるかしら。お、早いよ。そう、なんかね、イヤホンとかつけてると耳元でね、ささやいてくれるみたいなんですよ。これでいいのかな、いちご。し、名前は言っちゃダメだよ。そうだね。まあ、実際あのイヤホンつけてないんで普通なんですけど。コラン、コラン、あんまり無駄話をしているとバレてしまうぞ。そうでした。すみません部長。危ないな。では頼んだぞ。はい。なんだ、私は誰でしょう。知らねえよ誰だ。そもそも上の二人は知らん。名前が知らない人の名前を言うわけにはいかないんで。こいつしかもなんで結城さんっていうの。当たりです。うん、知ってる名前が一つしかなかったからね。それを言わざるを得なかっただけだよ。おう、なんかいっぱい出てきた気がする。全然いいよ、いきなり女性に目隠しされるのは大歓迎だよ。一番左のやつ誰？だったらやってみよう。先輩が歩いてきたから部長がやっちゃえって。それにしても目隠しなんて久しぶりだな。私もやってみたくて。あれ、一番見えるやつも知らん。あ、こいつらの名前ね。今度はみんなで遊べるものをやってみようじゃないか。お、どうするんですか部長。あ、こいつが部長なのね。今度は自分で目をつぶってくれたまえ。時谷、超名前が難しいんだけど。おお、なんだなんだなんだ、なんか始まったぞ。始めようか。ナイト小日向は私が指示した場所に動いてくれ。わかりました。私はここら辺ですか。よしよし、準備できたようだな。いいかい、今から3人がそれぞれ違う位置から声をかける。
君はその声を聞いて一番近いところにいるのが誰なのかを当てるんだ。なんだそりゃ。準備はいいかい？あなたの耳元でガールたちがささやきますので、あなたから一番近い場所にいるガールを選んでください。これ声でかいよね。本当は私ですよ。誰が誰が喋ってんだか全然わかんないんだけど、誰がどの声、そもそもこの声が誰なのっていうのがわからない。こいつ結構小さかった。これ多分一番騒がしいやつが、一番声でかかったから、こいつ。近いっていうか、ただ声のでかさだけじゃん。先輩、大当たりです。まさか目隠し大会になっちゃうなんてびっくりでしたね。幸せだな、この世の中は。楽しめたからいいとしようじゃないか。そうだよ、なえちゃんもすっごく楽しそうだったよね。そうかな。で、この左の二人って攻略できんの？先輩も楽しかったですか？そうですか、楽しくはなかったけどね、別に。では、私たちはそろそろ失礼します。また会えるといいですね。なんでさ、みんなそうやってさ、なんかもう会えないみたいな感じで去っていくの？まあ、普通はでも会えないよね、夏休みに。こいつは、ただ女の子がどこにいるのかっていうのを探り当てる能力を持ってるんで、いつでも会えるけど、普通の夏休みだったら絶対会えない。ちょっとまた。カレンダーちょっと見てみよう。バツ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 って。それしかないのかよ。あ、デートとかいずれ書き込むようになるのかな、イベント。あ、7月21日の火曜日、イベントが起こったってことだな。これは、あれですね、放送部のイベント。で、やっぱ最後は、8月31日。夏祭り最終日にやるのか。こっちの土日のどっちかにやってほしいんだけどな。最終日になって、夏祭りやるとさ、次の日だって学校だから結構大変じゃん。やっぱりね、次の日はね、休みにした方がいいと思うんですよね。まあそれはここのね、町内が決めることなんで。てかさ、こいつらみんな近くに住んでんのかな。普通高校ってあの電車通学じゃないですか。だからその駅うろついてるだけで会えるとか、まあいいけどね。というわけで、じゃあ次回は7月25日からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。